ストックホルムスタディオン、またはストックホルムオリンピアスタディオンは、スウェーデンストックホルムにある陸上競技場。1912年ストックホルムオリンピックの開催のために建設された。設計者はトールベングルート。以来、多くのスポーツ大会、特にサッカーとスウェーデン陸上競技選手権大会を開催。また、ローリングストーンズ。 ロビー・ウィリアムズ、アイアン・メイデンらの多くのアーティストがコンサートを行った。ストックホルム地下鉄スタディオン駅が最寄り駅。ストックホルムマラソンの発着点としても使われている。ストックホルムスタディオンは1910年から1912年にかけて建設され、1912年のストックホルムオリンピックのメイン会場として使用された。設計はトゥールベングルート。 当時国内では、記載として知られ、国王の別邸、A ランドのボリホルムにあるソリーデンのデザインを手掛けた人物である。建築様式は、ナショナルロマンティシズム様式で、建設費用は約125万クローナであった。当初木造建築にすることが検討されていたが、トゥールベングルートは、半永久的な建築物にするよう主張し、それが認められた。 スタディオンの建設地については、ストックホルム運動公園が選ばれた。トゥールベングルートは、スタディオン、エステル・マルム運動場、G の施設それぞれを体育複合施設として考えていた。ストックホルム・スタディオンは1958年、ヨーロッパ陸上競技選手権大会の会場とされた。1967年にスタディオンを、使用会場とする陸上競技会、 DN ガランが創設され、以来年に一度開催されている。DN ガランは1998年以降、IAF ゴールデンリーグの2010年からは IAF a f ダイヤモンドリーグの一戦として行われている。2008年から2009年にかけて、ホームスタジアムとして使用するユールゴーデンイフの用途に合わせて、トラックを取り除き、ピッチとスタンドを回収する計画が持ち上がった。 これについて、ユールゴーデンとストックホルム氏に対する諮問が行われたが、サッカースタジアムへの再検案については、可能性を見出せなかった。これにより、ストックホルム氏は、現在の状態を維持していくことで結論を出した。2019年に放送された大河ドラマ、イダテン、東京オリンピック話では、ストックホルム大会の会場であった東スタジアムで3週間、撮影が行われた。 次のクラブチームが、サッカーのホームスタジアムとして使用している。h t t p w w w s t o c k h o l m s e s t a d i o n s t o c k h o l m s s t a d i n g s h i s t o r i a hat how it all began in the beginnings there was. dn にゃらん diamon, dl, eag, uest, o, c, k h, o, lm.com2011 年8月2日へズラン、来年大河、イダテン、ストックホルムで異例の海外ロケ制作 P、当時のスタジアムがほぼ残っている。スパニッキーアネックス、https、www, スパニッキー COJP、エンターテインメント、ニュース、2018、07、 20、記事、2018万 720S00041000284000、CHTML2018 年7月20日、閲覧。ジャイガンティスクジャパンスクフィルメンスペルニング p スタディオンヌ。ありがとうございます。